元気よくせーのどうも、おかめです。ガチャンです。二人汗突破ギザムライです。本日の企画はですね、日本では絶対見ることができない韓国の異様な光景。はい、ということですね、はいはい、まあ、タイトルにもあった通りですね、まあ、日本人が韓国に住むにあたって、日本では絶対に見られない、ちょっと恐ろしい、恐ろしいアンビリーバブルな、アンビリーバブなこんなことあっていいのかっていう光景が多々ありましたので、ちょっとこれをね、あの皆さんに今日お伝えしたいんですけど、ちょっと本当に怖いですよ、今日の今日はちょっと俺最近ハマってるけど、これさ、それも本題に入る前に一番怖いのが、最近ガンちゃんが多分病んでるのかストレス溜まってるのかよくわかんないんですけどはい、はい、あの寝る前、まあ、隣ベッド並べてあるんだけど、YouTube ずっと見てる内容がミステリーとか怖い系をずっと見てるんですよ。まずそれにまずビビってます。アンビリバブル。アンビリバブルを感じてます。はい、じゃあアンビリバブル。よく言えたね。アンビリバブルを感じてます。真逆にいるからね。あれは何？それ見て落ち着けるというか。脳が疲れてる、体が疲れてると、その反対のものを見たくなる。ね、僕はそれで言うと格闘。あ、そうだね。見て、あ、俺疲れてるなって今ちょっと思ってるから。横で。いけ、いけ。そうそう、だからまあそんなことはいいんですけれども、はいはい、まあ、韓国で見た異様な光景っていうのをちょっとお届けしたいなと思います。この動画を最後まで見ていただきますと、常識では考えられない出来事、アンビリバボ、あなたの身に起こるのは明日かもしれません。たけしさんだな、それ。たけしさんですか？奇跡体験アンビリバボ。バカ野郎出てる。ちょっと助けー、行ってみよう。チャンネル登録してくれた？まず最初に絶対に考えられない出来事が、はい、韓国を出歩いてると、歩き回ってると、韓国人骨折してる人マジで多いです。ああ、多いね。たまにとかじゃない、1日1回、いや1日何回もいます。もう足を引きずってる方とか、手を骨折してる方とか、あれは何があったんですか？僕も正直わかんないんだけど、めちゃめちゃ多いし、多分僕の憶測なんだけど、毎日喧嘩してるのかでもさ、男性だけじゃないのよ。女性もいるんだよ。女性もし、大人もだし、子供もだし、なんかわかんないけどね。僕たちさ、アンサン行った時さ、アンサン結構なんていうの、やんちゃな街だから、うん、若い子たちはね、腕折ったりとかしてるの見たら、あ、それは喧嘩なんだな。喧嘩、いや喧嘩、あれ喧嘩でこうなる、グリ合いの。俺こうだと思ってるよ。うわ、バカバカ、これ痛ぇーの声あれじゃないのでもそれアンサンだったらまだわかるじゃん、もしそういう治安が悪い場所だから。あの、僕たちの家の周りでも今日でも2人足やられてました。だからこそ迷宮入りなんですよ、これ。だから本当に女性も足怪我したり、やるとかやってる。アキレス腱グイってやられた。なぜかわかんないんだけど、本当に1日に1人や2人ぐらいは見たりするね、だからこれに関しては僕は本当に恐怖体験というか、どんだけっていう体験が起きてるからすごい驚いてるんですけど、まあこれに加えてね、まあイメージではあるのは整形ぐるぐる包帯巻き巻き女性、はい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 、いますね。これもまあこれはたまにですね、たまに見ますね。そうだね、まあ日本だったら考えられないという、日本では考えられない。日本の方はランタイム中は、まあ、あまり人と合わない感じなんだけど、韓国って結構ね、普通です。胸を開いて、結構まあ私やってますっていうのを全面に出してるから、なんか潔いよね。潔いよね、まあ見えるのかなとは心配になっちゃうけど見えるこれやりすぎここだけでぐるぐる巻きで帽子かぶったりしてるとちょっと面白いけどねでもそれぐらいだから堂々としてるのは確かに、なんか日本ちょっと恥ずかしいもん。そうだね、ダウンタイム中ってちょっとやっぱ表に出たくない、まず韓国人ってこう政権に対して どんな意識があるの？いや別に何とも思ってない。何とも思わないんだ。二重とかは半数は別に整形のうちに入んない、手術だから整形はまあ骨削ったりとか、だからああいうぐるぐる巻き巻き包帯巻き巻き女性が街に歩いてもやっぱなおっとか ならないんだもう。そうだね、メスとかまあ入れてても、まあ、ぐるぐる巻きでも別にこんにちは、こんにちは。綺麗になるなら、綺麗になるなら。しょうがない。日本人だと、うわぁ、大丈夫かなみたいな。安静にしておかないと。大丈夫かなっていう気持ちはあるから、ちょっとそこは日本では考えられない。アンビリバブルの体験だから、すごいドギッとしますけどね。あとね、これも多いのが、韓国ってやっぱり上下関係厳しいんですよね。先輩が後輩にめちゃめちゃキレてます。うわぁ、出た。一番綺麗ですよ。あのね、周りの目が急に見えなくなって、本当に公共の場、居酒屋さんとかでも普通に怒り出します。説教。俺たちなんか普通に2人でしっぽりさ、お酒飲んでる時さ、隣の席でさ、3人組ぐらいがさ、なんか始まった、急に先輩が怒り始めて、壁をバーンってやってる。そうそう、でなんかあだこだ言ってて、しかも内容もしょうもない薄い会話なのに、かわいそうだったら後輩が、ごめんなさいっていう姿を見せたのに、先輩はずっとこうやってバンバンやってるから。でなんかしかもさ、隣の席の人が止めに入ったんだよね。ああじゃあ組まなせよ、ね、あの変な空気になってしまいますし、周りの迷惑もかかるからやめてくださいって言ったら、後輩側が、いや大丈夫です、僕が悪いんです、だから大丈夫、僕が
僕が悪いんでこれは僕の責任なんてかかんないでくださいって言ってるのを見て、えこれ後輩側なんだと思って、うん、先輩はもうこうなってたから、うん、うわこれすっげえ光景だなと思って、でしかもそれ、まあ、居酒屋だけじゃなくてその外でも普通にあるから、うん、今さ韓国めちゃめちゃ寒いじゃん、うん、すっすごい寒い中、上司なのかわからない、上司はすっごいあったかい服着て、うん、後輩がもうすごい薄手で後ろに手を置いてこうやってめちゃくちゃ説教されて、うわこうやってビンタされてるの見たりとか、そのカフェに入って、買い物して出ててもまだやってましたから。確かにね。長っ。いつまでやんのって思って。まだずっとこれやってて。俺思うのが一つあって、うん、そういう人たちって大体こんでじゃん。うん。なんていうか頭でっかち。僕が主にさ、その人の生きてきた人生の価値観でその人に当ててるわけじゃん。うんうん、けどその人が生きてきた価値観って正解じゃないのに、うん、正解か不正解もわかんないじゃん。だけどそれ押し付けようとするその価値観のその持ってるやつ。うん、ああ、わかる。めっちゃ嫌いなの。わかるわかるわかる。その価値観押し付けようとしてくるやつ、うん、怨念か2回言った大事なことだから、うん、そうだからこんでって本当韓国人多いの、多い、これは上下関係がしっかりしてるからこその現象なんだと思うけど、うん、僕は、まあ、ちょっと韓国人の国民性としてなんか嫌いなうちの一つかなって正直暴露しちゃうだから僕もちょっと思うのは軍隊でそれをあるんだったらまだ、うんうん、軍隊式ってよくあるそれだったらまだいいんだけど、軍隊終わってもうさ34、うん、いい年でもこれやってるから、うん、ちょっと痛いなっていう、まあね、まだ軍隊のその感じ出すみたいな、うん、でも一部だから ね、 そうだね、普通周りの一般の人はうわまだやってんだって周りも呆れて見てるけど、でも一部の中でガツンと上下関係をガツンとしてるところがあるから、日本人から見せてもまあありえない光景だしちょっと痛いな、ね、まあ日本の方からしたらさ、なんかもうちょっとラフにさ、上下関係は、うん、絶対大事だよ、絶対大事だよ、下の式の中にも礼儀ありは大事だけど、うん、もうちょっとラフにすればいいんじゃないかなって思うけど、うん、その反面やっぱ韓国は上下関係がしっかりしてる分、うん、なんかそこもそこで尊敬できる部分ではあるけど、そうだね、そういうコンデみたいな人は先輩っていう立場を使って価値観を植え付けるのは、うん、本当に俺は嫌い、もうパンチしてやれ、パンチしてやれ、弱さ、あんな格闘技見てんのにパンチして、まあこの街中で喧嘩っていうのも見るんだけど、それとはまた別のタイプの別のジャンルの別の種類で言うと、あのカップルの喧嘩もすごく見ます。ああそうね、すごいね、うん、あんな大きい声で喧嘩するんだね、全員が見るじゃん。でも韓国人興味ないんでしょうね、俺はさ日本人だからなんだってすごいもう野獣馬のようにさごとく野獣馬のごとくすごい興味があるんだけど、もう周りも気にしないし、ね、でも本当に街中あんな人がいるところで大きな声で喧嘩してるっていうのはすごい、うん、アンビリバブな体験ですよ。確かに、まあ大体さみんなが思ってるイメージとしては女性が結構男性に言うみたいな、うん、そういうケースももちろんある、普通に口悪いし、うん、昨日なんかさ、ね、モテやわけ、モテやケース、モテやし、そうそうそういう悪口とか言ったりするんだけど、うん、男性も男性ですごいよね、負けじとだね、ざっとい声でうわーみたいな低い声使って聞こえないみたいな、あだからそれ俺もびっくりした、なんか女性動画ってやっぱ強いってイメージがあったからあれだけど、うん、男性も負けてないね、そうすごいよね、だからあそこで怒鳴ってさやっぱ女性が泣いちゃうじゃん、うん、ちょっと悲しいと思わない、悲しいね、女性を優しくしろよとか思うけど、うんうね、やっぱ耐えられないものがあるんだよ ね、 あるんだよね、韓国人男子も男子ででもそれを、ね、街中まで喧嘩する、どこで溜まってた場所あるじゃん、家で溜まって爆発、うん、なんでこの公共の場で爆発するの、なんかデート期間中に何かあったんじゃないそれでも耐えて家で爆発すればいいじゃん、うん、なんでその沸点が むずいここにあんのに急にポーンってくるそうそう怖いよ、ね、それを我慢してみんながいないところでちょっとなんか冷静に話し合うっていうことが、うん、まあ日本だったらどっちかっていうとそっちのタイムだよ ね、うん、そうだね、もし喧嘩してもちょっとちゃんと話し合って、うん、場所もわきまえて、うん、ここでだって大声で喧嘩したところでさ、周りの目やかしですごい冷たい目線感じるから関係ないんだよね、分かる、俺話し合い好きごめんねみたいな、うん、そういうのが好きけど、なんか、うん、わーとかわーとか言うのは嫌いだから、うん、あそういうことね、そう韓国人のそのカップルの喧嘩見てたらもうちょっとね、うん、心情のへそ解決すればいいなと、ね、まあやっぱ最後はですね、あの、まあ、僕たちも結構ね前の動画で言ったことはあると思うんだけど、え韓国のナンパは居酒屋です、おナンパですか、もうよく見ます、本当に僕たちも居酒屋で飲んでたりすると本当に男性が女性に声をかけに行って、成功して一緒に飲んでるっていうパターンが結構ある、ね、日本だったらさ、まあ、外でナンパして、連絡先聞いて今度ご飯行こうとか、まあクラブでナンパしてそのままちょっとちょめちょめしようとか、ちょめちょめ段階早っ
でも韓国はちょっとパターンが違って居酒屋でナンパしてそのまま一緒に飲むっていう光景がよくあるからそうだ、ね、あ成功したとか あそこダメだったとか、うん、でも韓国の男性がめついなと思ったのは一、うん、人失敗したらさ普通はさ、うん、この居酒屋で飲めなくない、まあ、周りが見てるから、ね、周り見てるから関係ないこっち行ってダメこっち行ってダメ、うん、こっち行ってダメ全部声かけてるからもうほぼお猿さんですもう無理だよ全部お席に声かけて最後でもちゃんと飲めてるから居酒屋で俺もう穴があったら入りたいもん韓国人男性が結構よく言ってるのを見てすごいなと思うのは、うん、その勇気がすごいなと思う。なるほど、ね、その女性に話しかけてあ男側のねかっていうその勇気ってなくないだからその勇気がすごいなと思ったから、うん、男だよ男らしいよね韓国人はそこかっこいいなと思った、うん、はいということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画でアンビリーダブルの体験ができたなと思った方はいいねコメントチャンネル登録お願いします。僕たちチャンネル登録者数15万人目指します。ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。各 SNS 概要欄の方に貼っておりますのでぜひぜひチェックお願いします。それでは次の動画までバイバイ。